元するときに出てきた石すべて使って出てきた向きでその場所に置き直してるんです、はいね、ということはこの組み方は奈良時代の組み方、これだけ奈良時代です、うん、なんか意味があるんですね。いい質問していただきました。ゆっくりちょっと一回ご覧いただいて、ちょっと見るな、これ向こうの角、本体的にはやはり上から見たら違うように見えます。後ほどそちら行ってもう一回、はい、見ていただいたと思いますけど、であとここ実は綺麗なのがね、今辺りなんですけど、5月頃に吹きつばってからものすごく綺麗です。綺麗ですよね。山崎殿のね、そこは関氏の黄色い花が、こんな